モンテネグロはヨーロッパ南東部バルカン半島に位置する共和制国家。首都はポドゴリツァ。南はアドリア海に臨み、北西をクロアチアのドゥブロブニクとボスニアヘルセゴビナ、北東をセルビアの三弱地方、南東をアルバニア、東部をコソボと接する。同国は十一世紀に独立を果たした国家の一つに数えられている。前身は ユーゴスラビア紛争による、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の解体によって、成立したユーゴスラビア連邦共和国及び、セルビア・モンテネグロを構成する二つの共和国のうちの、一つ、モンテネグロ共和国であった。モンテネグロ共和国は2006年6月3日に、独立を宣言し、現在の同盟国家となる形で消滅した。公用語のモンテネグロ語では、 ツルナゴーラと呼ぶ。モンテネグロとは、ベネト語による名称で、いずれも、黒い山を意味する。また、近隣のアルバニア語では、マリアイジ、ルーマニア語では、マンタニーグル、ギリシャ語では、アルファーウプシロンローベータニューイオタなど、異訳の名前で呼ばれる。かつて黒山国とも当てられ、中国語では黒山と、分けする。なお、台湾の中国語ではモンテネグロを、 盲うたらと翻訳されることが一般的。日本語での表記は、モンテネグロ。2007年10月の新憲法制定に伴い、それまでの、モンテネグロ共和国から、共和国が外された。言語的、文化的には、モンテネグロ人とセルビア人の違いは、ほとんどない。宗教も、同じ正教会だが、セルビアで主流のセルビア正教会の他に、 マケドニア聖教会とセルビア聖教会に併合されたモンテネグロ聖教会も復活して存在する。ドユラードツルノイエビッチ公が大主教に賛同して退位し1516年にセティニエの主教公による神権政治が確立した。主教公の職は1697年からペトロビッチニエゴ主家が保持した。主教公はその神権政治という性格から おじからお家と継承され、オスマン帝国のスルタンに長江を続けながら、国家を存続させた。主教皇は1852年に、世俗的な公家へと転化し、モンテネグロ公国が成立した。これを契機として、宗主国オスマンとの武力衝突に発展し、ロシア帝国の支援を仰ぐことになっていた。モンテネグロ王国1878年。 ロト戦争の講和条約であるサンステファノ条約、ベルリン条約で、オスマン帝国からの完全な独立を承認された。1905年に憲法が制定されて、モンテネグロ湖は、モンテネグロ王と規定し直され、国語は、モンテネグロ王国になった。公国及び王国の初代君主は、ニコラ一世で、1918年までその地位にあった。 北をオーストリア・ハンガリー帝国、南をオスマン帝国に挟まれる地政学的条件を背景として、モンテネグロは、ロシアとの協調を大外関係の基軸とした。日露戦争では1905年日本に宣戦線布告し、ロシア軍と共に戦うため、義勇兵を満州に派遣していた。しかし実際には、戦闘に参加しなかったことから、その宣戦線布告は無視され、 講和会議には招かかれなかったたそのため国際法上は1918年のセルビアによる併合後もモンテネグロ公国と日本は戦争を継続しているという奇妙な状態になった。第一次世界大戦ではセルビアに対していくらかの援助を行った。このためモンテネグロは オーストリア・ハンガリー帝国に占領されることになり、ニコラ一世はフランスへと亡命した。その後モンテネグロはセルビア軍によって占領され、1918年に成立したスロベニア人、クロアチア人、セルビア人国に取り込まれた。1919年に併合反対派が武装放棄を起こしたが、セルビア軍により鎮圧された。以後は、 ユーゴスラビアの中の一地域となった。ニコラ一世とその子孫は、モンテネグロ王位を請求し続けたが、実らなかった。モンテネグロ王国、第二次世界大戦でユーゴスラビアは、イタリアとドイツによる侵攻を受け、分割された。モンテネグロは、イタリアの占領下に置かれ、傀儡国家モンテネグロ独立国の統治下に置かれた。しかしパルチザンの抵抗の結果、 1944年に数軸軍は撤退し、モンテネグロは再びユーゴスラビアに復帰した。建設されたユーゴスラビア社会主義、連邦共和国においては連邦を構成する6つの共和国の一つ、モンテネグロ人民共和国。1963年からはモンテネグロ社会主義共和国として存続した。 ユーゴスラビア社会主義連邦共和国内のモンテネグロ1991年から始まったユーゴスラビア紛争においても、モンテネグロ共和国はセルビアと歩調を合わせており、最後までユーゴスラビア連邦共和国から離脱しなかった。1997年の選挙でミロ・ジュカノビッチが大統領に就任した頃から、分離独立の示唆が行われてきていた。 1999年のコソボ紛争でもセルビアの行動を避難しアルバニア難民の受け入れに努めた。コソボ紛争後通貨や関税に関してセルビアから独立し徐々に独立の動きが強まっていった。これに対して欧州連合はモンテネグロの独立がヨーロッパ地域の安定に必ずしも好影響を及ぼさないという立場から モンテネグロとセルビアの仲介に動き出した。こうした欧州連合の努力により、2003年2月には3年後の2006年以降に分離独立の賛否を決める国民投票を実施できるという条件付きで国家連合セルビア・モンテネグロが成立した。新国家はセルビア・モンテネグロ内で圧倒的にマイノリティであるモンテネグロに対して、 セルビアとの間に最大限の平等を保障していたが、それでもモンテネグロは共同国家の運営に対して非協力的であり、モンテネグロ独自の外交機関、軍事指揮系統を有していた。このため、連邦国家としてのセルビア・モンテネグロは、ほぼ有名無実の状態になっていた。2006年5月21日に、 セルビアからの分離独立の可否を問う国民投票が実施された。欧州連合はセルビア・モンテネグロでなければ欧州連合への加盟を認めないという立場をとっていたが投票の直前には50%以上の投票率と55%以上の賛成というハードルに切り替えた。一方で独立支持派はモンテネグロの独立こそが 欧州連合加盟への早道であるとするキャンペーンを展開した。投票の結果、投票率86.5%、賛成55.5%で欧州連合の示した条件をクリアした。2006年6月3日夜に独立賛成派が国民投票の結果に基づき独立を宣言した。6月5日にはセルビアもセルビアモンテネグロの継承を宣言して、 モンテネグロの独立を追認した。6月12日には欧州連合がモンテネグロに対する国家承認を行った。これにより国際的にモンテネグロの独立が認められた。両国の独立により6つの共和国から構成されていたユーゴスラビア連邦の枠組みは完全に解体された。6月16日に日本が国家承認。 6月28日に国際連合へ加盟した。日本との関係では独立に際して日露戦争における戦争状態が解消していないことが問題となる可能性が指摘された。これについて日本政府は2006年に提出された衆議院議員鈴木宗夫の質問主意書に対する答弁書において1904年に モンテネグロ国が我が国に対して戦線を布告したことを示す根拠があるとは承知していないと回答している。2006年6月3日のモンテネグロ独立宣言に際し日本政府は6月16日に独立を承認し、山中明子外務大臣政務官を総理特使として派遣した。UPI 通信は6月16日、 ベオグラードの B92 ラジオのニュースを引用し、特使は独立承認と100年以上前に勃発した日露戦争の休戦の通達を行う予定と報道したが、日本国外務省からは特使派遣報告をはじめとして日露戦争や休戦に関連する情報は出されていない。2007年10月に新憲法を制定し、国名を モンテネグロ共和国からモンテネグロに変更した。2008年には独立後初の大統領選挙で、ブヤノビッチ大統領が再選され、2010年には独立以前から首相を務めてきたミロ・ジュカノビッチが、退陣、イゴルル・クシッチが首相となった。2012年には欧州連合への加盟交渉が開始され、また首相に、ジュカノビッチが返り咲いている。初代大統領、 フィリップ・ブヤノビッチ・モンテネグロは共和制、議員内閣制を採用する立憲国家である。ユーゴスラビア時代の1992年10月12日に交付された憲法では、モンテネグロを民主的な主権国家と規定している。だが2006年6月3日の独立宣言を受け、2007年10月に新憲法を制定。またその一方で、 旧モンテネグロ王家には特別の地位が与えられており、王家の課長には、王家礼遇法により、大統領と同額の手当が支給され、政府の儀礼上の公式代表としての役割を果たすなど、共和制と君主制の折衷とも言える、やや得意な国家体制をとっている。国家元首である大統領は国民による、直接選挙で選出され、任期は5年、参戦は禁止されている。 議員内閣制を取るモンテネグロでは、大統領には、以下のような象徴的、儀礼的な役割しか与えられておらず、政治的実権は、持っていない。行政府は首相を頂点とする内閣である。首相の任命手続きは、大統領の推薦を受け、議会が承認することとなっている。だが、実際には、総選挙後の第一党勢力の指導者が、 首相に就任するのが慣例となっている。閣僚は首相が指名するが議会の承認が必要。議員内閣制を取るモンテネグロでは内閣は大統領ではなく議会に責任を負い国家における最高行政機関となっている。立法府であるモンテネグロ議会は一員制。定数は81議席。議員は 国民の直接選挙で選出され、任期は4年である。議会には、以下のような権限が与えられている。モンテネグロは、複数政党制が機能している。主要政党には、左派のモンテネグロ社会主義者民主党やモンテネグロ社会民主党、右派のモンテネグロ社会人民党や、人民党、セルビア人勢力のセルビア民主党などがある。 2016年に行われた選挙の結果社会主義者民主党が第一党となった。社会主義者民主党、社会民主主義者党及び少数民族政党による連立政権。司法府は行政府、立法府から独立しており三権分立が保障されている。憲法問題を扱う憲法裁判所が最高司法機関だが、 通常裁判所の最高位は最高裁判所である。すべての裁判官は議会によって任命される。前述のように NATO に加盟し、欧州連合参加も目指している。NATO 加盟が争点だった2016年10月議会選挙の先日、モンテネグロ政府はクーデター未遂容疑を摘発し、後にセルビア治安部隊元幹部や、 ロシア連邦情報機関と関係するとみられる人物ら約20人を訴追した。ロシアはこの事件に関与したとの疑惑を否定している。中華人民共和国は一帯一路政策の対象国の一つと位置づけ、インフラストラクチャー整備への融資や労働者派遣を行っている。首都ポドゴリツァを経由してアドリア海沿岸の港湾と内陸国である隣国。 セルビアを結ぶモンテネグロ発の高速道路建設が代表例である。この計画は採算が見込めないとして欧州の銀行が融資を拒否した。モンテネグロの国家債務は国内総生産の約7割に達し、中国からの融資は返済不能となった場合に中国がモンテネグロの土地、財産を取得できる契約となっているため、 モンテネグロ国内でも警戒する意見がある。ロシアの反発があったが、2017年6月5日に、北、大西洋条約機構へ加盟した。陸、海、空の3種からなっており、全体の人数は年々減少している。モンテネグロの地形は、バルカン半島西部のカルスト地形の一部となっている、セルビア、コソボ、及びその国境に沿った高い山脈から、 幅わずか1.5から6キロメートルの狭い沿岸平野にまで及んでいる。平野は北部で止まっており、ロブチェン山とオルゼン山がコトル湾の湾口に接している。同国のカルストは海抜1000メートルの高さにあり、沿岸で最も大きい山として知られるオルゼン山は2000メートルに上る。一方でゼータ川に位置する谷は標高が500メートルと最も低い。 モンテネグロの山々にはヨーロッパで最も険しいと評される地形がいくつか含まれており、その標高は2000メートルを超える。その中の山頂の一つはドゥルミトル山のボボトブク区で2522メートルに達する。また、同国の山脈は西側の湿度が高いため、バルカン半島においては氷河期の末期から最も氷に覆われている地域となっている。 モンテネグロの地図モンテネグロは24の基礎自治体によって構成されている。ブドバ最大の都市ポドゴリツ IMF の統計によると2013年の GDP は33億ドルである。一人当たりの GDP は7112ドルで世界平均のおよそ70%弱の水準に一致する。通貨は2006年の国家としての独立以前からセルビアから独立していた。 1999年11月3日から、それまでのセルビアディナールに代わって、ドイツマルクの流通が合法化された。その後2002年にドイツマルクの流通が完全に停止されてからは、独立後の現在に至るまでユーロが流通している。セルビアとの境界には独立以前から税関が設けられていた。 世界貿易機関にも以前からセルビアとモンテネグロで個別に加盟交渉を行っていた。主要産業は農業、製造業、観光業である。農業ではタバコや穀物、製造業では鉄鋼やアルミ加工が主流。また観光業では近隣国から来た客に対する日帰りの観光案内が近年増えつつある。2010年代から 港湾都市バールとセルビア国境を結ぶ高速道路の建設が進められている。全長約1 7 0トルの計画であるが、第一期工事の約4 0トルを建設した段階で工事費が9億4400万ドルと採算が取れないレベルに達したため、残りの区間については完成の目途が立たない状態となっている。 2011年の国勢調査によると、民族構成は、モンテネグロ人が45%、セルビア人が29%、ボシュニャク人が9%、アルバニア人が5%他が12%だった。なお、ここでのエジプト人とは、自らのルーツが、かつてのエジプトにあるという概念から、エジプト人であると主張するユーゴスラビア固有の民族集団の一つである。 現在のエジプトにはエジプト人という民族集団はなくエジプトを構成する最多の民族集団はアラブ人である。モンテネグロの公用語はセルビア語のモンテネグロ方言であり63.5%が自らの母語をセルビア語であると宣伝しているが約22%がセルビア語と方言程度の違いのあるモンテネグロ語を母語としていると答えている。 改正しない。一方の配偶者の性に統一する。複合性で統一する。一方の配偶者のみが、他方の配偶者の性との複合性とする、から選択できる。宗教は74、74%が、性教会、イスラム教が17.74%となっている。教育制度は8から4世で、義務教育は8年間の小学校である。希望者は4年生の高等学校。 高等職業学校に進学する。義務教育中、選択科目で外国語の授業があり、英語、ドイツ語、ロシア語、フランス語から2つ選択する。ただし、地域によって事情が異なる。モンテネグロは違法薬物密輸の経由地となっているほか、国内でも薬物犯罪が蔓延している現状がある。また、同国には、 日本国大使館が未設置となっていることから、日本人が事件や事故に巻き込まれても迅速な援護活動は難しく困難となっているため、身の危険が迫るトラブルに対応できず深刻な事態に陥る可能性が高い。事例としては、首都ポドゴリツァにおいて、強葛被害、コトル市において、窃盗被害、セティニエ市において、器物損壊被害などが見られる。これにより、 同国に滞在の際は最悪の事態に備えて防備を固められる姿勢に徹することが第一に求められる。テレビや雑誌、新聞は国営企業と民間企業の両方によって運営されている。広告などはその他の販売関連業の収入に依存しているのが現状である。モンテネグロの憲法では言論の自由が保障されている。 同国のメディアシステムは移行経済国家としては変革途上に立っている。コトルの自然と文化歴史地域がかつて危機にさらされている世界遺産として扱われていた時期があった。モンテネグロのスポーツはサッカー、バスケットボール、水球、バレーボール、ハンドボール、テニス、卓球などの球技を中心に展開されている。他にはボクシング、水泳、 柔道、空手、陸上競技がある。政府日本政府観光。ありがとうございます。